阪神甲子園球場です。ランナー2人を置いて迎えるバッターはロペス。第1球投げました、打ちました、初球打ち、左中間のフライ掴みました。第2球打った、これは強烈、入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転、スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ヒットを逃しませんでした。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローは宮崎。